それより第2クォーター本日切り替えまして第1クォーターの続きの続きから行われます。コミュニティの地元は浦和浦和ズ、本スタッフの攻撃で試合再開です。さあ方向を変わりまして浦和、今度は画面向かって左から右に攻める格好に変わります。浦和フォースダウンのクリチアードパントフォーメーションを取りました。フェイク、さあここでフェイクプレーを展開しました。パンター17番ケント見せかけ右オープンエランプレー、相手の裏を突くように右オープンに突っ込みまして見事この1ヤード獲得になりまして攻撃権更新となっている模様。さあしかし現在審判団協議しております。最終の確定は攻撃権更新至っておりません。フォースダウン、このフェイクプレー失敗となりました。従いまして4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。テイクオーバーによりまして金沢に攻撃権があります。攻撃権取り返した金沢自陣40ヤードからのファーストアンテ、さあまずパスから入った右オープン右に展開しましたワイドレシーバー24番にヒッチパス、短いパスを投じまして確実に距離を取っています。約5ヤードのゲインとしました。まずパスプレーによりまず1本目を入れた形になっています。パスを取りましたのは24番のカーロでした。さあまずパスから入った金沢ボールオン自陣45ヤードからセカンドダウン5。さあ再びパスプレー、今度は左に展開したワイドレシーバー9番にフレアパスを展開し、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、わずかにパスが上ずったことでタイミング狂いました。結果的にノーゲインとなりまして、サーダウンに変わります。短く早いタイミングのプレーは、その精度がそのまま獲得距離、そして成功につながります。さあ、5ヤードの状況を突破なる、その策はどのようなものを投入するでしょう、金沢。ボールオン自陣46ヤードからサーダウン5。ここでクォーターバック8番自らキープ、パスを投じる構えからすかさずランプレーを展開しました。裏打つ強に自らの足で突破図らんというところでしたが、これも浦和がカバーしておりまして攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。キャリアとなりましたクォーターバック8番は江端です。金沢フォースダウン2パントフォーメーションを取ります。このパントもリターンを避ける低いパントを蹴りまして浦和陣30ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代という形になります。テイクオーバーにより攻守は変わりまして、今度は浦和ズの攻撃に変わります。双方とも攻守ともに素晴らしいプレーを見せております。互いにショートヤーデージを突破できない素晴らしい強固なディフェンスを披露し、現在双方無得点の状態になっております。さあ攻撃は浦和に変わります。浦和浦和ズ自陣27ヤードからファーストアウト、ここでホイッスル、イエローフラッグが投入されました。反則発生です。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働いたという反則です。オフェンスチームには制限時間があります。この時間内にプレーを始めないと反則となり5ヤード抜体となります。従いまして浦和5ヤードペナルティを受けましてファーストダウンやり直しです。浦和5ヤード抜体、ファーストダウン
多くの方々のメッセージありがとうございます。現在読み上げることを間に合いませんで失礼いたします。しかしそのメッセージにふさわしい素晴らしい一戦が現在繰り広げられております。浦和ウラーズファーストダウン15で試合再開。パス不成功。ここで一旦ランをフェイクにして左オープンにいましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、これはディフェンスカバーよくパス不成功に変えています。浦和ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。宮内さんは41番頑張れ、おそらくこれは金沢の黒川選手を指していると思われます。ミュー様も同じく、黒川選手のメッセージですね。サッシー様もディフェンスのメッセージ、そしてオーシー様も、試合のその感動をそのまま伝えていただくメッセージ大変嬉しく思います。ナイスファーストここで浦和ランプレーを投入しました。託されました21番素晴らしいカットワークを切り左オープンに展開、一気に攻撃権更新を図りまして浦和ウラーズファーストダウン獲得です。素晴らしいランを決めましたのは浦和ウラーズ21番の高松、関西学院大学出身の元オールジャパンのランニングバックです。プライベートリーグでありますが、かつて学生会そして日本アメリカンフットボールを賑わせていた名手もここで活躍しています。さあボールオン自陣42ヤードから浦和ウラーズファーストアンテ、さあ中央段プレーを終えた。しかしこれは浦和もディフェン、金沢もディフェンス陣殺到します。キャリア26番それをかいくぐるように約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。キャリア26番は榎本、浦和浦和ズセカンドダウン7、ボールオンは自陣44ヤード。パス成功。クォーターバック5番、右に展開していたワイドレシーバー81番にパス、ディフェンス41番がもうカバーをかけましたが、しかしパスキャッチし約5ヤードほどゲインとなっています。双方とも素晴らしい攻防戦を見せる空中戦のワンプレーでした。浦和浦和ズハーフウェイからサーダウン2、さあ残り2ヤードのサーダウンコンバージョン。ナイスファースト、これを浦和ランプレーで突破しました。ランニングバック77中央オフェンスラインマンが見事な走路を確保した、その中央を切り込みまして攻撃権更新としています。浦和ウラーズファースト、見事なラン決めましたのは7番の小川でした。さあ相手陣に入りました。浦和相手陣41ヤードからファーストダウン10。クォーターバックはここで左から縦に上がっています。ワイドレシーバー83番にパス、83番これを見事にジャンピングキャッチしまして攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト、見事にキャッチ決めましたのはワイドレシーバー83番渡辺。さあ勢いに乗るか浦和、ボールオン相手陣28ヤードからファーストアンテ、ここでホイッスル。
金沢ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。現在浦和攻撃中ですが勢いに乗りそのまま一気に得点上連とする状況にあると判断し、金沢ここでタイムアウトを取り、その流れを断ち切る策を講じます。双方ともにディフェンス陣奮闘ありまして、この時点現時点では無得点という状況で推移しておりますこのオーシャンボールですが、現在浦和がその突破口を見出さんと勢いに乗る攻撃を展開しております。金沢がそれにたまらず現在1回目のタイムアウトを取ったところです。さあこれが金沢にとって構想するでしょうか、あるいは浦和それを振り切りますでしょうか。ボールオンは浦和相手陣28ヤードの位置にあります。試合再開、浦和ブラーズ相手陣28ヤードからファーストアンテ、パス成功。クォーターバック5番すかさず右オープン展開した12番にパスを通しまして攻撃権更新果たしています。浦和ブラーズファースター、見事パスを通しましたクォーターバック5番小宮山、そして取りましたワイドレシーバー12番中村、素晴らしいホットラインを形成しています。浦和浦和ズファーストダウン10、ボールオン相手陣17ヤード、パス不成功。再び右方向にいましたレシーバーにパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。浦和セカンドダウンに変わります。さあまずこのシリーズの1回目の攻撃はパス失敗、2回目の攻撃は果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。浦和浦和ズセカンドダウン10、さあ今度はランプレーを投入、何枠21番ハンドを託され右オープン展開を図りましたが、しかしこれは金沢ディフェンス陣も殺到しゲインは2ヤードほどにとどめています。キャリア21番は高松でした。浦和浦和ズサーダウン8、ボールオン相手陣15ヤード、ナイスパスカット。ここで浦和パスプレーにより突破を図りましたが、このパスを金沢64番が見事にパスカットしパス不成功に変えています。素晴らしいパスカットを決めたのは金沢ワイセンベルグ64番の犬塚です。浦和浦和ズフォースダウン8、フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは32ヤード、フィールドゴールフォーメーション、いける、キック失敗、フィールドゴール失敗です。浦和はまずこのフィールドゴールで先制を図らんというところでしたが、このキックプレッシャーを与えまプレッシャーを与えまして失敗に追い込み、結果的に浦和は無得点で攻守交代となります。テイクオーバーになりまして金沢の攻撃に変わります。金沢ワイセンベルグしのぎました。現在負傷者がフィールド内発送しておりますのでレフェリータイムアウトが入っています。さあ浦和が攻撃陣勢いに乗りまして、この試合に均衡を崩すような猛攻、そして得点を狙わんという状況でしたが、これを
金沢土壇場のところでプレッシャーかけましてしのぎ、現在まだ無得点という状況に推移しております。さあ金沢、今度は攻撃でこの状況を生かしていきたい。試合再開です。攻撃戦は金沢ワイセンベルグ、金沢ワイセンベルグ自陣20ヤードからファーストアンテ、さあ浦和のディフェンス圧力をかけてきました。まずランプレーを展開しようとしましたがディフェンスライン陣が殺到しまして、このランプレーをノーレインで阻止しております。金沢ワイセンベルグセカンドアウト、ボールオンは変わらず20ヤード金沢ワイセンベルグセカンドアウト。ここでホイッスル、イエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどのプレー、オフェンスライン70番がフライングする形でスタートをしてしまいました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイし、セカンドダウンやり直しです。金沢ワイセンベルグセカンドダウン15で試合再開です。ここでオプションプレーを展開しました。ラインバック23番にトスしまして、23番右オープン展開図らんというところでしたが、浦和もディフェンス陣守り厚く、ゲインは約3ヤードから4ヤード程度にとどめております。ゲインは3ヤード。キャリア23番は佐藤でした。金沢ワイセンベルグサードアンド12、パス不成功。クォーターバック8番、ここでプレーアクションから左にブーツレックをロールアウト。むき出しの状態で左オープンに展開し、相手ですディフェンスを巻くようにしてパスを投じんというところでしたが、ディフェンス陣殺到しまして、このパスを不成功になっています。フォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルグの攻撃はフォースダウン、ラストダウンです。金沢ワイセンベルグフォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。これも絶妙のパントです。距離を稼がんというところですが、あえて強く蹴らず低く転がっていくパントを蹴りました。リターナー、ボールは目の前に転がってきましたが、ディフェンスの殺到する状況にボールをスルーし、結果的にボールは浦和陣35ヤード付近でとどまりまして、攻守交代となっています。双方ともにパンターが技ありの技術を見せておりまして、双方とも攻撃で突破口を見出せない状況を作り出しております。さあ浦和、浦和ズ自陣34ヤードからの攻撃に入ります。浦和、浦和ズファーストアウト。パス成功、ファーストアウト。
ーターバック5番ワイドレシーバー88番にパスを通しまして見事に88番キャッチ、攻撃権更新です。裏は裏ずファスター、さあボールオン自陣45ヤードから裏はファーストアウト、パス成功。右に素早く展開した17番にパスを通しまして17番約3ヤードから3ヤードのゲインとしています。外へ出ましたのでここで時計が止まります。前半残り時間が1分14秒で止まりました。この前半の残り時間1分14秒がなくなりますと現在のポジショニングは全てリセットする形になります。言い換えますとこの攻撃シリーズ得点に結びつけるにはこの時間内に得点を上げることが重要になります。パス成功、ファースター。クォーターバック5番今度は左にドローアウトしてワイドレシーバー81番にパス、タックル受けながら81番見事に攻撃権更新し浦和ブラーズファーストダウン獲得です。ここで浦和前半1回目のタイムアウトを取りました。残り時間を確保するためにここで浦和はタイムアウトを取ります。見事なパスキャッチしましたのはワイドレシーバー81番の大谷でした。第30回オーシャンボール日本一王座決定戦浦和ルアーズ対金沢ワイセンベルグの一戦は現在前半残り時間1分9秒の状況で双方とも無得点の状況になっております。さあ浦和前半1回目のタイムアウト間もなく解けます。残り時間1分9秒果たしてどのような策を講じるでしょうか。浦和相手陣38ヤードからのファーストダウンテ、ナイスゲーム、ファーストダウン。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで浦和が講じました策はスクリーンパス、ロングパスを見せかけ手前にいたランニングバックにブロッカーをつけて走らせるキャッチアンドランのデザインプレーです。これを21番見事に決め攻撃権を更新を図るランを決めていますが、ここでイエローフラッグが投入されました。さあ果たしてどちらに反則があったでしょうか。オフェンスの反則です。腰から下へのブロック、ビローズウェストの反則です。オフェンスチームは腰から下にブロックをするのは特定のエリア以外は禁じられております。非常に危険な行為だからです。この反則が発生しました。反則は15ヤード、非常に重い罰則になりまして、先ほどのプレー無効となりまして、ファーストダウンがやり直しという形になります。失礼しました。獲得した地点が大きかったので、大きく後退する格好でのファーストダウンやり直しです。クロックトラブルが発生しましたので現在その調整が行われています。次のプレーはオフェンスがボールを動かした瞬間に時計がスタートする形になります。失礼しました。時計は、スタートしました。パス不成功。クォーターバック5番下がりまして奥に走り込んだレシーバーにパスを投じんというところでしたが、金沢のパスカバーよくパスを投げ捨てる形になりました。パス失敗という格好になりまして浦和2回目の攻撃に入ります。さ
さあ金沢もディフェンス陣非常に奮闘しています。前半残り時間45秒、浦和浦和ズ相手陣40ヤードからセカンダウンテ、失礼しました、セカンドダウン13に訂正します。パス成功、ファースダウン、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあどちらの反則でしょうか。さあ現在その内容審判団で協議されています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。この反則はどちらにもありますが、今回はディフェンス側が相手のオフェンス選手を接触し妨害する形になりました。反則発生してまで前進を許す形でファーストダウン天井になります。従いまして浦和ファーストダウンでボールオン相手陣32ヤードからの攻撃で試合再開。クォーターバック5番パスを投じようと構えましたがプレッシャー感じましてスクラム、緊急発進のダンプレーに変えました。この判断構想し約8ヤードのゲインとしています。また外へ出ましたので時計も止まっております。絶妙の判断下しましたのはクォーターバック5番の小宮山でした。前半終了まで残り27秒、浦和浦和ズセカンダウン3、ボールオンは相手陣24ヤード、失礼23ヤードに訂正です。前半残り時間27秒、パス成功ファースダウン、ここでホイッスル、浦和浦和パス成功ファースダウン、浦和ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。時計は残り時間17秒で止まっております。クォーターバック5番ここでワイドレシーバー17番にパスを投じました。17番相手ディフェンスのカバーの隙間を見事つきましてこのボールをキャッチし攻撃権更新果たしています。浦和浦和ズファースダウン、鮮やかなパスを投じましたクォーターバック5番は小宮山、取りましたワイドレシーバー17番は砂原でした。さあ前半はまもなく終了の時を迎えつつある、残り時間17秒ですが、しかし浦和相手陣7ヤードの位置に入り、6ヤードの位置に入りまして得点をする絶好のチャンスを得ています。ここで前半2回目のタイムアウトを取りまして浦和どのような策を投入するでしょうか。金沢これをしのげるでしょうか。ボールオンゴール前5ヤードの位置にあります。浦和浦和ズセカンダウン2ゴール、
成功、タッチダウン。ここで選択したのはパスプレーでした。左に展開しておりましたワイドレシーバー18番にヒッチパス、18番これをキャッチ、そのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。浦和ウラワーズタッチダウンにより6点先制となりました。そしてタッチダウンのあとのワンプレートライフォーポイントに入ります。このキックは失敗です。6点止まり。しかし浦和ラーズワイドレシーバー18番の、平谷のキャッチによりまして、この拮抗した試合先制点を挙げるタッチダウンを取ることに成功しております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーン内で倒される自殺点セーフティーです。この場合は2点です。従いましてアメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算によりまして駆け引きが行われ、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあその得点を終えました浦和ウラーズのキックオフで試合再開です。さあ金沢リターンに入った。大きなリターンを避ける短いキックを浦和蹴りましたことによりまして、金沢自陣30ヤード付近で抑えられた格好になっています。さあ前半残り時間は5秒という状況で金沢の攻撃に入ります。前半終了まで残り5秒、エンドゾーンまでは70ヤードという非常に厳しい状況です。ランプレーを投入しましたが、しかしこのランは止められております。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、浦和ウラワーズ6点、金沢ワイセンベルグ0点、浦和が前半終了直前でタッチダウンを挙げる形で先制し前半終了となっております。しかしここに至るまで双方とも素晴らしい戦いぶりを見せるこのオーシャンボールの決勝戦の状況となっています。まさに日本一を決めるにふさわしい一戦がこの前半攻防として繰り広げられました。さあこれより双方ハーフタイムに入ります。このハーフタイムによって双方とも前半の状況を鑑み後半の対策を練るという形になります。互いにこの状況を打開する突破口をこのハーフタイムで見出すことができるでしょうか。このハーフタイムの間をこの配信の休憩のインターバルともさせていただきます。試合再開まもなくとなりましたら再び音声を入れさせていただきます。